桃田かな子と津田健次郎がドラマ、トリリオンゲーム。出演、メディア帝国編の物語に絡む重要人物桃田かな子、桃色クローバー Z と津田健次郎が、8月25日に TBS 系で放送されるドラマ、トリリオンゲームの第7話に出演する、トリリオンゲームは稲垣理一郎が原作、池上良一が作画を手掛ける漫画をドラマ化した作品。主人公である、世界一のわがまま男、野春子と天王寺明と、真面目で不器用なエンジニア、野岳子と平岳という正反対の二人が起業し成り上がる物語で、春を目黒蓮、スノーマン、岳を佐野優と、MLK が演じている。ドラマは第7話より、メディア帝国編に突入。春と岳、そして福本莉子演じる凛凛は、ソーシャルゲームの開発で得た大金をもとに、インターネットテレビ局、トリリオン TV を立ち上げる。第7話では、彼らが日本最大の IT 企業、ドラゴンバンクに対抗するために大勝負に打って出る。桃田は地上波テレビ局、ジャパンテレビの人気アナウンサーの白子あかり、津田は制作会社の報道プロデューサー、くぬぎという重要なキャラクターとして出演。二人がどのように物語に絡んでいくのか、ファンはオンエアを楽しみにしておこう。